シンプレとは NTT ドコモの第三世代携帯電話フォーマのシリーズの一つでシンプルな機能を持ち、ライトユーザーをメインターゲットとする端末シリーズの名称。また、そのシリーズ名を表す造語である。2008年4月現在では全機種生産を終了している。2006年3月6日に初代となる 600i シリーズがドコモよりプレスリリースされた。 ももと、2005年12月14日にドコモの中村つぐお社長が読売新聞の取材に対して2006年春頃に販売する方針を明らかにしていた7シリーズよりも1万円程度倍化を落としている i ア,アプリは5 0 4イ相当キャラデン着タには非対応。当初は LG 電子製と NEC 製を発売国際ローミングに対応しているが フォーマプラスエリアには対応していない。また、バーコードリーダーも搭載していない。二代目の携帯電話として、またムーバの 20X、25X シリーズからの乗り換えユーザーを対象にしている。シリーズ名のシンプルは、シンプルとピュアを組み合わせた造語である。正式型番は 600i シリーズ。主に、通話とメールを中心に使うユーザーを対象とした端末である。 600i 世代のスペック的な特徴として以下が挙げられる。これが 601i 世代になると以下のような変化も見られる。このように基本機能をサポートし付加機能を主捨選択している。そのためムーバでシンプルなシリーズである2国 c お及び21国 c シリーズユーザーからの移行を見込んでいる。また機能を絞ったことで本体販売価格を下げられ、 ターゲットとするユーザーに買いやすくする環境を提供している。加えて、国際ローミングに対応することで、すでに他の端末を持っている、海外渡航の多いユーザーに対する、二代目、携帯電話としての需要も見込んでいる。なお、600番内は本来、ムーバの特殊端末が使用しており、すでに P601S、N601PS などが存在しているが、結果として、 これらは無視されることとなった。シンプレ L シンプレ LN とも外国へ持ち出して利用する際に一部の携帯電話ネットワークとの認証がうまくできずに県外状態となってしまい日本に持ち帰っても県外状態のまま一切通信できなくなる不具合が発見された。そのため2006年7月12日に発売が中止された。その後 シンプル L は7月21日までに、シンプル N は7月24日までに、すべての地域で改善品の販売が再開された。すでに販売された製品については、故障修理窓口でのソフトウェア更新が実施されている。ありがとうございます。